宮本徳は、日本中央競馬会に所属した機種、騎手、調教師。1951年に、国営競馬で、騎手デビューし、1963年に、リューフォーレルで、天皇賞と、有馬記念、1968年に、谷のハローモアで、東京優秀を制した。1971年より調教師となり、1996年に、 在職のまま死去。1930年、千葉県立山町に生まれる。父親が競馬好きであったことから騎手になることを勧められ、1948年に国営競馬の竹助彦行級舎に騎手見習いとして入門。1951年に騎手となった。長らく騎乗機会に恵まれず不遇を囲っていたが、1956年より所属した。 橋本もとまさはるを懇意にしていた、三好定蔵に、真面目な仕事ぶりを認められ、その所有馬の騎手に抜擢された。1959年、竜将での重賞初勝利を皮切りに、以後、竜を冠無理名とする三考書ありまで、次々と重賞を制していく。1963年には、竜フォーレルで、天皇賞を制覇し八大競争を初制覇、年末には、 グランプリ競争の有馬記念にも優勝した。また、同馬の引退後には、リューファーロスと、重賞戦線を賑わせ、与恵賞を制している。しかし宮本は、リューファーロスに八大競争を勝たせられなかったことを食い、後々までことあるごとにその名を口にした。1968年には、谷水忍が創設したカントリー牧場の初年度生産場。 谷のハローもあで、日本ダービーを制して、ダービージョッキーの称号を得ると、1971年2月を、もって、騎手を引退し、調教師に転じた。通算3111,388勝。その3分の2以上の勝ち星は30代以降に挙げた、ものであった。三好谷水の所有場を要して、旧社を開業したが、 欲のない性格もあり成績は伸び悩んだ。しかし、開業17年目の1988年に、谷の水星で、朝日チャレンジカップを制し、調教師として、重勝を初勝利。1991年には初めて年間20勝を超える22勝を挙げ、翌1992年には、リクターガールでのスワンステークス勝利を含む、 自己最高の二十四勝を挙げた。九百九十三年も二十一勝を挙げるなど、成績を安定させていったが、九百九十六年七月二十七日に、小倉競馬への出張中に、脳一血で倒れ、翌二十八日に死去した。六十五歳没。長強非通算成績は四千百十1三百四十九勝。主な機乗場場、括弧内は、 宮本木常時の優勝重賞競争。八大競争優勝場その他重賞競争優勝場1996年6月16日、舞妓特別表彰式数字は、中央競馬成績のみ、主な管理場その他の管理場太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。